こんにちは、快適アートです。今回は5分で描く可愛いイラストの暑中見舞いの描き方解説です。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、筆ペン、彩色筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。まずはスイカと風鈴のイラストの暑中見舞いの描き方です。こちらは筆ペンで線画を描きますが、インクを拭き取るなどしてかすれる程度にしておきます。まずはスイカを描いていきます。さっさと払うような線で描いています。三角の形が描けたら奥行きを描いていきます。次に奥側にもう一つスイカを描いていきます。こちらも厚みを描き込んでおきます。次に種を描きます。筆ペンを立てて押し当てるようにして種を描いていきます。側面にも少し種を描きました。次に皿を描きます。平たい四角い皿にしました。皿の厚みも少し描き加えておきます。筋が入ったようなお皿なので、それを細い線で描いていきます。次に風鈴を描いていきます。弧を描くような線で側面の線を描きます。下の方に開いている口の部分を描きます。ガラスの厚みも少し描き加えています。中にあるガラス棒を描きます。下の方に飾りの紙があるのを描いていきます。払うような線で細い線で描いています。次に彩色筆を使います。上紙を取ります。絵の具を取るときは筆の半分くらいまで絵の具を取ります。筆を寝かせてペタッと塗るとグラデーションになります。筆先を上に向けてペタペタっと筆を寝かせて塗っています。筆先が濃い色、下の方が淡い色味になっています。次に線香器を取ります。薄めの色味です。皮の部分に下塗りをしていきます。次に青磁を取ります。濃いめの色味です。一番下の皮の部分に細い線で線を引くようにして色を塗っていきます。先ほど塗った線香器の色と馴染むように、水をつけた筆で少しなぞって馴染ませています。次に白銀を取ります。髪が透ける程度の色味です。さらに線を引くようにして彩色していきます。厚みの部分にも色を塗っています。風鈴はガラス製なので映り込みを少し塗っておきます。さっさと払うような線で塗っています。中のガラスの棒の部分などにも色を塗っています。次に短冊の部分を塗ります。浅黄色で塗っていきます。髪が透ける程度の色味です。下の方だけ色を塗り、水をつけた筆でグラデーションにしていきます。この短冊の部分はお好みの色や柄で楽しんで描いてみてください。次に金黄土を取ります。濃いめの色味です。筆先を割って塗っていきます。細い線がたくさん描けるように筆先を調整しています。平行に線を引いてすだれを描いていきます。筆の裂け方によって少しムラができます。それは後で修正していきます。左側にもすだれの続きを描いていきます。バサバサにしていた筆先を戻して、筆先に絵の具をつけ尖らせます。これで足りないなと思うところに平行の線で足していきます。このチャンネルの絵手紙やイラストは全て私のオリジナル作品ですので、動画を参考にして模写やアレンジを自由に楽しんでください。気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。次に本藍を取ります。かなり薄めの色味です。すだれの紐を描いていきます。少し途切れ途切れの線で描いています。間隔が均等になるように何本か線を描き入れます。下の方は弧を描くような線で描き、すだれが巻いてある感じにしています。少し影も描き加えておきます。
最後に上朱で空輪に柄を描いていきます。濃いめの色味で描きます。花火柄の風鈴にしました。この部分もお好きな色味や柄でアレンジすると楽しいと思います。こんな感じで完成しました。すだれの部分にかぶせるようにして初中お見舞い申し上げますという文字を入れました。左下の方には余白がたっぷりとあるので、ここにメッセージを書くといいと思います。次に金魚のイラストの初中見舞いの書き方解説です。これは線画を描かずに彩色筆で塗っていきます。まずは上朱を取ります。これも筆の半分くらいまで絵の具をつけ、ペタッと塗るとグラデーションになるようにしておきます。口の部分から描いていき、ペタペタッと胴体を描きます。次に背びれを描きます。次に上朱をもう少し筆に濃く取ります。尻尾を描いていきます。背びれの線が体の中心軸になりますので、その軸を意識して払うような4本の線で尾ひれを描いていきます。次に胸びれを描きます。ポンポンとスタンプするように胸びれを描いています。次に水を加えてもう少し薄い色を作ります。胴体の下半分を描いていきます。ここはふっくらとした胴体の形を整えながら尻尾の方に線をつなげていきます。次に本愛を取ります。こちらも筆の半分くらいまで絵の具をつけ、ペタッとするとグラデーションになるようにしています。また口の部分から描いていきます。筆をペタッとスタンプするようにして胴体を描いていきます。口先の方が濃いグラデーションになります。次に口のところを整えたり目を描き入れたりしていきます。こちらは出目金ですので、目玉が出っ張ったようになっています。左右均等になるように意識しながら描いています。背びれを描き入れます。ここまでできたら絵の具をもう少し濃く取り、尾ひれを描いていきます。濃いめの色味です。払うような線で描きます。筆をギュッと押し当てるようにして強弱をつけています。真ん中2本は少し長めです。胸びれを描きます。次に薄めの色を作ります。胴体の形を描いていきます。ふっくらとした形で左右対称になるように気をつけて描いています。次に線香器を取ります。薄めの色味です。赤い金魚の胴体やヒレなどに少し色味を加えていきます。次に線香器と上朱を混色してオレンジ色を作ります。これも薄めの色味です。こちらは出目金の方のヒレなどに塗っていきます。胴体にも少し色をのせました。本愛を取ります。髪が透ける程度の色味です。赤い金魚の目を描いていきます。乾いていないうちはじんわりとにじんでいきます。にじんだところは少しぼかしてなじませておきます。出目金にも本愛を少し上から加えて調整していきます。体の真ん中あたりに暗い色を置いていきます。尻尾にも所々暗い色を置いていきます。最後に青草で水草を描いていきます。薄めの色味です。丸い水草を描きます。金魚の配置や水草の形なんかはアレンジしても楽しいと思います。丸い形が描けたら茎の部分を描いていきます。左下や左上の方にも水草を描きます。右上には文字を書き入れるので、そこには絵を描かないようにしています。こんな感じで完成しました。
右上に文字が入っているデザインになっています。今日はこんな感じで2枚の暑中見舞いを描いてみました。それぞれ5分ずつで描いたんですが、画線紙のにじみや筆の使い方を工夫して結構見栄えよく描けたかなと思います。前回は夏野菜をテーマにした暑中見舞いを2枚描いてみました。もしよかったらこちらの動画も右上のカードか動画概要欄からご覧になってみてください。ご感想、ご意見、リクエストありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。快適アートの Twitter、Instagram もフォローよろしくお願いします。ハッシュタグ快適絵手紙のタグで皆さんの絵も共有してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。